機運がいい人が特別な能力を持っているわけでもなく、自分の意識や感謝の心、お金に対するイメージを大切にしていることがわかりますよね。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる、始まります。さて、最初に聞きますけど、これを見てくださってる方は、自分の機運について考えたりすることはあるかなってことなんですよ。私は機運があるなーとかね、あんまり機運がないなーとかね、私って機運だけないかもなーとかね、なかなか機運がアップしない、収入が思うように上がらないとき、自分の中ではお金に対してどんなイメージを持ってるかなっていうことなんです。もしなかなか機運が上がらないなーと思っていたら、それは心の奥深くにある潜在意識が影響しているかもしれないんですよ。今回はこの機運についてお伝えしていきますからね。で、機運がいい人にはいくつかの特徴があります。その特徴にはね、3つあるんですよ。まず1つ目は、お金に対して丁寧であるということなんです。くしゃくしゃになったお札を乱雑に出す人と、まあね、新札をきれいな封筒に入れて渡されるのは、受け取る側の気持ちも変わりますよね。乱雑にお金を扱うと、好印象を人に与えることができないでね、次のご縁につながる可能性も低くなってしまうんです。しかし、丁寧にお金を扱う人は相手を気遣って、配慮の気持ちが伝わります。お金ってね、いろんな人の手の中を循環していますよね。で、いつか誰かの手に渡るものと考えて、お金を丁寧に扱う人にはお金と人とのご縁が集まりやすいんです。私もね、お金とちゃんと向き合うようになってから、お金の向きをね、揃えたり綺麗にしようと思ったし、もっと丁寧になろうと思った時期がやっぱりありました。そして2つ目は、時間をうまく使うっていうことです。で、時間をね、有効活用できる人は機運がいい人が多いですね。何事も計画的に取り組める人は、人付き合いにも無駄がなくてね、対人運と機運が安定しています。で、時間を有効活用して効率よくお金を回したりね、工夫を凝らしてお金を得ることができるので、お金に関する運はとってもいいんですよ。まあ、ここはね、私もね、もうちょっとちゃんとやりたいなって思うところです。そして3つ目は、出費にメリハリをつけるっていうことなんですね。どのタイミングで出費するかだけでも躊躇してしまうこともありますよね。しかし、たまには大切な人にプレゼントを送ってね、感謝の気持ちを伝えるだけでも、人間関係は良好になっていい運気も巡ってきます。で、がっつりとね、お金を貯めることだけに意識を向けるんじゃなくって、どんな部分に自分のお金に対しての弱みが出るのかをちゃんと把握しているっていうことなんですよ。で、弱みを定期的に見直すことで、無駄な運や消費を減らすことができています。でね、みんなはこの3つの特徴に当てはまりましたか？当てはまっていなくても、絶対に機運が悪いというわけではないので、心配しないでね。で、機運の良し悪しは自分の行動一つで変えられるんですよ。で、機運のいい人の特徴を見ていただいた通りに、日常の中にありふれた行動だったりするんですよね。やっぱりね、日常が大切なんです。機運って。機運がいい人が特別な能力を持っているわけでもなく、自分の意識や感謝の心、お金に対するイメージを大切にしていることがわかりますよね。で、機運がいい人ほどお金に対してのイメージがポジティブなものが多いんです。そしてね、自分のセルフイメージを高く持っていることもつながっていますよね。機運に限らずですけれども、何かを変えたいときは今までと違った行動をとる必要があります。お金を増やしたい、収入を上げたいのであれば、仕事を増やしたりね、転職したり、または仕事のスキルアップのために資格の勉強をするっていうこともありますよね。でも、どんなことをしても自分の思うような結果が出ないことももちろんあります。
そんな時ね、自分の中のお金のイメージをちょっと覗いてみましょう。お金には縁がない、私はお金が稼げないとかね、もし自分の中にお金に関してマイナスなイメージが存在していたら、豊かにしてくれるお金への行動を自分の中で制限してしまっていることになるんです。その結果として金がなかなか上がらないっていうことがあるんですね。またね、潜在意識の中でお金に対してマイナスなイメージはないのに、思うようにお金を手にすることができないのであれば、潜在意識の中にあるセルフイメージが影響しているかもしれないんですよ。で、セルフイメージっていうのはね、自己肯定感のことを言います。で、自己肯定感は自分を否定せずに、ありのままを、ね、ありのままをですよ、受け入れている状態なんです。で、どんなに自分を変えたいと、頭の中ね、潜在意識で願っていても、自己肯定感が低い場合は、潜在意識の中にある、私には無理という部分に引っ張られちゃうんですよね。で、潜在意識っていうのは、ね、潜在意識、頭の中で考えてることよりも、とってもとっても力が強いんです。私たちが想像している以上にですよ。ね。で、例えば仕事を変えてお金を増やしたいと考えた時に、自分にはこれ以上稼ぐ能力がないってね、自己肯定感が低い状態だったとします。その場合、今の給料よりもね、高い仕事に挑戦できなかったり、今と同じような仕事を探してしまったりするんです。で、私には他の仕事ができないから仕方ないと思っていても、実際にそうなのかな、本当かなっていうことを考えてみてね。何が何でも豊かな生活をするんだと、今までの自分のイメージを壊していくことで金は上がっていきます。今までね、培ってきたセルフイメージを破壊するのは怖かったり尻込みしてしまうものですよね。潜在意識は変化を怖がるから、どうしても元に戻そうとね、いっちゃうんですよね。でも、自己肯定感を自分で低くしてしまっていると、お金を引きつけないオーラが出てきちゃうんですよ。潜在意識に刷り込まれたイメージは、長ければ長いほど書き換えるには時間がかかります。でも、潜在意識を変えることに焦る必要はありません。自分の中にあるね、マイナスなものを一つ一つ変えて、金運をアップしていきましょう。生きていく中では、貯金することも大切です。でもね、我慢をしてまでお金を貯めても、生きたお金の使い方はできないんですよ。時にはね、自分の欲しいものを手に入れることや、美味しいものを食べること、誰かにプレゼントを送ってね、いいエネルギーを循環させることも金運を上げるコツです。で、金運がいい人ほどね、誰かに何かを送って人を喜ばせたり、自分のためにご褒美を買ったりするのがうまいです。ただしね、これも無理しない程度の中でやることですからね。ね、無理してプレゼントするとか、ね、そういうことじゃないってことなんです。だって、ね、ありがとうだけでもいいですから。ね。まあ、誰かのね、喜ぶ顔や自分へのご褒美は、また頑張ろうという原動力にもつながってね、それが収入アップや金運アップにつながっていきます。またね、活力にあふれてね、笑顔でキラキラしていたら、周りにも人も自然と集まって、いいご縁やね、チャンスにも恵まれやすくなります。人とのね、ご縁から金運アップにつながる可能性だってあるんですよ。周りの人とお金の幸せを分かち合うことで、もっともっと人は幸せな気分になれます。そんな心持ちでどんどんお金のイメージや自分のセルフイメージを変えていくと、大きな金運を引き寄せていくことができますからね。もう超金運アップですからね。最初にお伝えした、私は金運があるなとかね、あんまり金運がないなとかね、私って金運だけはないかもしれないとかね、どう思っていたか、ぜひね、コメント欄で教えてね。待ってます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、いつもみんなありがとね。パワーいただいてますよ。みんなから元気もらってます。今日はね、ちょっと質問をいただいてるのでお答えしたいなと思うんですけれども、いつも前向きな情報ありがとうございます。こちらこそ。で、まあね、ちょっと集略してお話をね、ご質問をお話しさせていただくんですけど、
まあ、いつもね神社に行ってお金を洗うんですけど、そのお金はどうしたらいいでしょうか。お財布に入れてるんですけど、行くたびに同じお金を洗ってお財布に入れておけばいいのか、洗ったお金は使って次に行った時にまた別のお金を洗うのがいいんでしょうか。今は洗ったお金がずっとお財布に溜まっています。ということでね、お答えしたいと思うんですけど、洗ったお金はどんどん使っていいです。綺麗にしたお金を使うとね、また循環して自分に返ってきますから。もちろん取っておいてもいいし、このお金気に入ったぞっていうものは取っておいてもいいですよね。で、行くたびにね、新しいお金を洗う方がいいと思います。うん。で、私が時々お伝えしてる種銭っていうのもあるんですね。まあ、そのお金を持ってるとお金が集まってくるっていう種銭も使ってもいいです。これも同じことなんですよ。まあね、こういう種銭も洗ったお金もどんどんね使っていただいて、まあ、そのお金はまた、自分にね、返ってきます。循環してきます。ただね、私は洗ったお金はどんどん使います。だけど種銭は取っておいちゃうから溜まってってます。じゃあね。